今日は世界のさまざまな場所にいる福井県出身の人とオンラインでつないで、その国の文化や食などを教えてもらう世界の福井さんです。いろんな方活躍してます、世界で、はい、今日の福井さんは世界で活躍するバレリーナなんですが、実は今日私の同級生なんですよ。お友達、はい、今日は福井市出身の小川奈々香さんです。はい、もう本当に小さい頃から自慢の友達なんですよ。では早速呼んでいきましょうか。はい、小川さん、おはようございます。でいいのかな、こんばんは、こんにちは、ばんは、こんばんは、よろしくお願いします。今回ですね、テレビの前の皆さんもなんですが、マスヤさん、岩本さんも小川さんがどこの国にいるのか知らないという状態になっておりますので、今からいくつか国について質問して、その国を当てていってもらいたいと思います。わかりました。はい、じゃあ私から、はい、今こんばんはって言いましたが、現在何時何分ですか？はい、今は1時34分になります。深夜です。深夜？この映像はですね、その国の街並みであったりなので、ヒントにしてください。この街並みの深夜1時。いや、これなんかやっぱヨーロッパの雰囲気あるかな。確かに。どうしましょう。季節って寒いですか、福井と比べると今は。はい、今はもうものすごい寒くなってきました。多分福井よりも寒いんじゃないかなって思います。福井より緯度は高めだ、うん、ね。だいぶにぎわってますね。ちょっと待ってくださいよ。海に面してますか？海には面していないので内陸国です。これヨーロッパ、ヨーロッパですね。絞られたんじゃないですか。ちなみにヨーロッパのどのあたりですか？結構聞いてます、東欧と西欧の間にあってこの国の首都はヨーロッパのへそって言われてます。すみません、ちょっと地理もうちょっと勉強しておきたかったんですけど。本当にどこの国か、当てずっぽうでもいいので当ててみてください。日本とドイツがね、8時間ぐらいの差がある。じゃあドイツと同じくらいの、じゃあドイツにしとこうかな。パリ、フランス、そうか、フランス。ドイツもフランスも違う、海に面している気がするんですが。そっか内陸ですもんね。オーストリア。小川さん、正解お願いしてもいいですか？すいません。はい、正解はチェコです。チェコ、チェコ、チェコなんです。チェコ、はい、チェコは福井から、日本からおよそ北西に9000キロのところにあります。内陸だ。はい、チェコの正式名称はチェコ共和国。共和国ね。はい、そして面積は日本のおよそ5分の1となっています。人口はおよそ1000万人。そして言語はチェコ語を話すんですが、多くの人が英語やドイツ語など外国語も話すことができるそうです。首都はプラハで、中世の街並みが残った歴史深い国ですよ。いろんな国のこともね、チェコのこともっと知りたいんですけれども、まずね、小川さん、アゲハラさんと先ほど友人っていう話ありましたけど、同級生なんですね。はい、そうなんです。はい、小中高ずっと同級生で。そうなんですよ。はい、これ。はい、この写真は小学校6年生の時の連合体育大会のものです。選手だったんです、2人とも。お隣だ。仲良しだ。本当。はい、結構、家も結構近所で、よく一緒にプールとか駄菓子屋とかなんかに行ったりしてました。自転車で一緒に遊んでたんですよ。本当、小川さん昔から自慢の友達なんで。まさに幼馴染やね。そしてここで私から簡単に小川さんの経歴紹介させていただきます。バレリーナ。はい、高校2年生16歳の時に日本のコンクールで入賞して、ポルトガルのバレエスクールへの切符を手にして、そこから海外生活が始まっています。その後、世界最高峰と名高いワガノワバレエアカデミーに入学し、その後にルーマニアでプロのバレエ団に所属して、20歳からプロのバレリーナとして働いているんです。そして今はチェコで、バレリーナをしているということなんです。はあ、じゃあ福井には15歳までしか、いなかったってことか。もうあとは世界で活躍してるってことですか。へえ、で、小川さん、今チェコでの生活ってどのくらいなんですか？
今今年で3年目になります。3年目、はい、大変ですか？はい、海外生活はまあ結構いろいろ病院のことだったり大変なことも多いんですけど、こうやって大好きなバレエを本業種としてやらせていただけてるので、もうすごく感謝して頑張ってます。充実してますね。いや本当に夢に向かって頑張っている小川さん、はい、本当に私も心から誇りなんですが、この後はコマーシャルの後、チェコについて、国や文化について聞いていきます。教えてください。世界の福井さん、今日はチェコでバレリーナをしている福井市出身の小川奈々香さんにお話を聞いています。はい、後半もお願いします。小川さん、お願いします。はい、お願いします。はい、チェコの今小川さんが住んでいるところはどんなところですか？今私はチェコの第二の都市ブルノっていう町に住んでいるんですけど、うん、このブルノはヨーロッパらしい石畳とか歴史的なこの今の広場のような街並みが魅力的で、でも結構意外と中に入ってみると綺麗だったりで、あと公共交通機関のスケジュールとか位置情報がアプリでちゃんと管理されていて先進的な部分もあります。で、今言ったさっきの広場も旧市街地エリアなんですけど、これは半径500メートルほどの小さいところで、でそれなのに生活に必要な全ての機能が詰まっているコンパクトシティなので、すごく生活しやすいです。なんかこうオレンジの街並みがね、とっても美しいですよね。絵になりますよね。小川さんここ歩いてたらもう本当にモデルさんみたいに、ね、見えると思いますけど、小川さんが住んでるのは今話していたその旧市街の中なんですか？はい、ちょうどこの広場の目の前に住んでいます。で、はい、このいろいろお祭りとかのイベントが行われているので毎日歩いてて楽しいです。発見もありそう。毎日祭りみたいな感じですね。すごい賑わっていますよね。美味しそうな、美味しそう。そして、小川さんがバレエの公演を行っているところはどういうところなんですか？プロですからね。はい、はい、この写真のヤナチェックシアターっていうところと、マヘンシアターっていう2つの劇場で主に公演は行っています。で、はい、この大きい方のヤナチェックシアターは近代的で、でもう一つのこちらの方はマヘンシアターの伝統的な古い感じのスタイルになってます。なんかオペラ劇場みたいな ね。はい、そうです。で、この伝統的な方は幼少期のモーツァルトも演奏してたみたいです。モーツァルトが、すごい演奏してた。歴史的な素晴らしい場所だったんですね。わ、そして、はい、今練習されてる様子ですね、これ。しなやかな動きで素敵ですね。劇場で見たいなって思います。ありがとうございます。もう日々練習と公演、練習公演っていうその連続ですよね。はい、そうですね。まあでもそれが好きなので。そうですよね。素晴らしい緊張とかもある中でね、すごいと思いますけれども、チェコって小川さんから見たらどんな国なんですか？私にとっては、まあ、絵本の中に飛び込んだって思う国です。景色が、風景が美しいですよね。おすすめスポットとかってありますか？はい、そうですね、ここから車で、まあ、4時間ぐらい行ったところにあるチェスキークルムロフっていう小さな町があるんですけど、綺麗、はい、オレンジ色の屋根の町並みとかが可愛かったりします。まあ、おとぎ話ですよ。本当に絵本の世界ね、自分が主人公になった気分で歩けますね、ここは。わあ、写真撮りたくなる。ここ思わず踊りたくなるでしょう。小川さんも街でね。確かに。あら、小川さんと小川さん男性の方。はい、そうです。彼もバレエダンサーで、ずっとポルトガル時代の時からお付き合いさせてもらってる。素敵、はい、そうです。でも本当に素敵なんですよ、はい、インスタグラムでもたくさん写真が上がっていて、旅先でよく写真撮ってますよね。踊ってる。はい、そうです。はい、
チェコからはいろいろ結構近いので、いろんなところのいろんな国が、なのでいろいろ旅行行って写真撮ってはっていう感じのことも。すごい、さすがバレリーナ同士だから持ち上げてくれるんだ。そうそうそうポーズがね一枚一枚 ね、普通こんなのできないよね。そうそうそう、お姫様抱っこで精一杯ですからね。真似できないポーズなんですよね。すごいなんだよ、街の中で絵になるな、ね、日本にもね、日本にも、あ、そうですか、本当だ。この歌舞伎の前でこのポーズっていうのもね斬新で、なんか写真集見てるみたいな、ね、楽しい。ちょっとチェコの話に戻ってしまうんですけど、はい、チェコの食についても、食べ物ね、ちょっと聞いてみたいです。美味しいものいっぱいあるでしょうね。はい、チェコの皆さんは結構ビールをすごく飲みます。やっぱりドイツ近いからね。っていうのも、ビール、缶ビール1本 500ml くらいの大きいものがあるんですけど、うん、それが1本100円ぐらいで買えちゃいます。お買い得、行きやすいです。どうなの、昼間くらいから飲んでたりするんですか？よくドイツとかね、うん、そう聞きますけど。はい、結構見ますね。土曜日とか、バレーがある日に歩いてるとまだずっと飲んでる人たちが、団体がいたりします。消費量世界一なんだ。本当に日々お祭りみたいな感じなんですね。楽しそう。食べ物とかもビールの他に食べ物、はい、そうですね、甘いシチューのスビチコバっていうものだったり、あ、これですね、ガーリックパンのに生肉のタルタル乗せたものが、私はまあ美味しいチェコ料理かなと思います。少し重いんですけど。シチュー美味しそうだね。なんかチェコでの暮らしもすごい充実してるなって思いますけど、福井思い出すところとか共通点などありますか？そうですね、雪国福井だと思うんですけど、チェコも実は雪が降るので、毎年雪が降るたびに福井は思い出します。あ、そうですか。雪の景色も美しいね。え、またね、違った幻想的な世界になってますよね。もっともっとお話聞きたいんですけれども、はい、ちょっとお時間になってしまいましたので、最後に小川さんの今後の夢、目標を教えてください。そうですね、これからまあもっともっと経験を積み上げて、まあ、上達して、たくさんのお客さんに見に来てよかったって思ってもらえる踊りができるバレリーナになっていきたいと思います。で、まあ、福井の皆さんにもいつか見に来ていただけたら嬉しいです。はい、自分の目で見たいなと思います。応援してます、福井から。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。世界で活躍するバレリーナ、誇りですよ。ぜひ応援したいね。以上、フォーカスのコーナーでした。